今回は、旅人とベストフィットするおばあちゃんわら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 、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。これから200歳のおばあちゃんが推定数千歳のおじいちゃん、かっこたまにおばあちゃん、とイチャラブでも一方的でも逆でもエッチするイラストや文章が今よりさらに誰かが作り公開してくれると考えるとドキドキが止まらないよね。それにしても旅人とカップリングさせるとなかなか見ないタイプの年の差だな。たまにおばあちゃん、おい。勘違いされやすいが旅人はかなり長い期間世界渡って旅してるから年齢を考えたらばあちゃんの方が年下なんだ。オロルンも旅人の方がばあちゃんより年上って認識っぽいよな。同盟キャラが年下側に回るカップリングなのか。現状の情報だと何もわからんけど枯れたと思った性欲を旅人に再びたぎらせてほしい。でただれた生活を送ってほしい。引きこもり体質らしいし今までは一人でひたすら処理してたのを旅人と一緒に処理するようになって最終的に旅人なしでは処理できなくなってほしい。相反が過ぎてくさ。ここはあえて旅人の影響で野外にハマったばあちゃんで、オロルンが困った顔してそう。シトラリはディルド持ってそう。偏見だけど性欲は徹底的に科学質もめちゃくちゃ強そう。だからそこに旅人とベストフィットするわけですね。いかがわしかったですか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですのでよかったら高評価やコメントしてくれるとうふ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。